さあ、シアンです。シアです。うん、ビジネスしようぜ。シアさん、本日は、みんなにグアムのお土産。あら、そうですか。このどっか海外とか行ったら、はい、やっぱこのみんなにね、お土産を買ってくるという恒例のもう3、4回目ですかね。はいはい、イタリア行ったりカタール行ったり、今回ちょっとグアムに行きましたので、はい、皆さんにお土産を、いいね、買ってきました。いいね。まあ、いろいろね、あの数あるんですけども、一人ずつやっけ、そのあれの時やって、どんなのありましたっけ。なんか表採点されてみたいな、お前にはこれ、お前にはこれみたいな。もう始まってます。ちゃんと用意してきてくれたんですね。ありがとうございます、白滝さん。はい、神変っすよ。神変っすよ。教えてくれた。はいはい、ここ上立ってますよ。ありがとうね。こいつらそれ言わんかった。今舞台終わりで、もうこの時汗かいてるから。確かに上こうやった。ちょっと直させてもらってもいいですか。なんかちょっと粗品のこのポイントに乗っかってきてるな。まあまあいいよ、で全然いいよ。なんかすっごいチームワークの男ですよ。これは全然いいよ。素晴らしい男です。はい、そこじゃない。そこじゃないけど、ね、そこじゃない。正直ね、そこじゃない。そこじゃないよね。うん、まあまあまあ、まあまあ、2さんありがとうございます。はい、はい、まあまあまあ、触っていただいてね。いや、ちょっと、はい、佐賀どうですか、なんかあります。いや、もうなんか可愛いやつ見えてて、ちょっとワクワクしてますね、中身。あ、お土産見んといてよ、さっき。ルール違反だ。ワクワクしてますよ。いや、でも多分ワクワクしてるから、その前のめりやこいつは。こいつはフォローという点で前のめりなの。ええやつやな、全体を見とる。こいつは大丈夫大丈夫。 MC や、日焼けされて、なんかそれも似合ってるな。あ、ほんまですか。はい、こうリストバンドの日焼けだけあるんですけど、これ似合ってる。行ってきた。本当ですか。またちゃう、なんかね、はい、またちゃう。ああ、ほんまや。いや、いいね。あ、いいですか。似合うね。あ、なるほど。サザンが似合う。見る。おー、気持ちいい日焼け。ということで、はい、じゃあそうやな、一言ずつ改めて、これからこのね、これからもこう一緒に頑張っていこうという、そうですね、表明というか、じゃあ粗品さん。あ、はい、そうですね、まあ、いつも通り、あ、まあ、変に気張らずに、ね、一番いいかもしれない。そう、はいはい、ゆっくりやっていこうやって。あ、いいですね。感じですかね。なんか一番このリアルというか、うん、変にこのやろうぜみたいなね、はい、ゆっくりやりましょう。嘘がないというか、ゆっくりやりましょう。シマンキはゆっくり。ああ、いや、いいですね。はい、あ、なんか頼もしい相方として。はい、じゃあ西さん。はい、いや、もう霜降りチームももちろん、イニミニチャンネルも、はい、もう一緒に頑張らせていただいて、ありがとうございます。で、まあ、もうせやさんが本当に頑張ろうって気持ちが毎日ひしひし伝わってくるんで、僕はもう全力でせやさんついていってサポートしたいなと思ってます。あるの。あ、粗品と対局でこの頑張ろうみたいな、せやさんがやりたいこと全部、うん、あ、なるほど。それ、ね、でも西さんのその感じ、ほんまイニミニで2人で飲む会みたいけど、あんま刺さってなかった。これありじゃん。ちょ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 、あ、ケケ落とすなしです。まず、まあ、言ってなかった。いやいや、お風呂入りましたもんね。はい、はい、白滝さん。いや、もう今年の上半期の霜降り明星は本当にすごくて、あれで6月結婚式、はい、7月27日27時間でかかったね。で、8月にご旅行行かれて、ちょっと鼻の下のちょっと肌荒れとか、やっぱ体に疲れが出てるんで、本当に疲れてるかも。粗品さんの言う通り、のんびり遊んでいきましょう。なるほど、なるほど。肌荒れ言わねえよ。ちょっと、まあまあ、肌荒れ。佐賀さん、はい、最近せいやさんのね、挨拶ギャグ、新しいビジネスしようぜ、はいはい、これ本当にビジネスの匂いします。おあれ、このビジネス、これ相当いいので、これなんとか、はい、これで流行った、活かしていきたいですね。流行った試しないんですけど、ビジネスしよう、これちょっとなんか本当ですか。はい、いけそうな気がします、ね、なるほど、ビジネスしようぜ、頑張っていきたいですね。なるほど、決まりました。じゃあまずは最下位の方からお土産を渡していきたいと思います。
再会は嫌やな白滝さん。あっはいあらちょっとこのでで、まあ、立ち回りがうまいだけでちょっと熱意が今回感じられなかった。うん、ちょっとそういう男ですよ。僕もバカじゃないんでちょっとカタールとかバカじゃないお土産会経ってあれちょっとこの企画として乗っかってだけなのかなという。いや非常に残念ですね。おお変わらずというおお変わらず最下位か。グアムのクッキーでーす。あ、良さそう。おる、あれ、やばいから早く取りに来た。帰られる前に。あ、じゃあだいぶ意外と、あ、今回じゃあだいぶいいんちゃう。あ、嬉しいです。これ最下位ですから今までで一番嬉しい。おー、よかった。ココナッツ味。あ、じゃあ、形もしかも密閉できるし、ちゃう。あれ、あ、お前めっちゃいい。結構盛り上がってる。これ最下位ですか、皆さん。あ、じゃあだいぶ期待できるわ。はい、大丈夫です、今回。続いて4位。4位。4位。3位ですね。4人なんで。誰がいると思って。はい。もう1人。なんか、粗品しか注意してくれへんかったな、今。おうよ。あ、でも。ビビってます、こいつら。いじってました。4位みたいな。4位。面白く。ああ、なればな。なるほど。はい。なるほど。3位。はい。和田さんもいるのかな。3位。3位。佐川。ちょっと残念ですけど。ちょっとすまん。まあまあでもそうですね。でも何、ちょっと手数が足りなかったか。まあ、何もらっても嬉しいんで。はい、もう買ってきていただいてるだけでありがたいので。何も、うん。はい。はグアムの花ですね。はい。もうこれでも何それ、はい、花。グアムで買った花です。花の何なん。いや花ですね。花、はい、花でしかないや。花のアクセサリーとか、はい、花のイヤリングとか。いや花、はい、どうぞ。おめでとうございます。これよ、夏つ。ほんまに何なんこれ。いや、あの、あれかな、髪の毛にあるやつかな、ヘアピンみたいな。あ、一応アクセサリー、うん、アクセサリーかな。佐川あれ使うか。ここで誰も使わない。めっちゃいいね。でも羨ましい。敗者復活。お、実は今回多めに買いまして、お、はい、この方たちはもう一回だけチャンスあります。さすがサービス精神の男ですね。立ち回り前だけ騙されるの。はい、だから、全部渡し終わってまだ一品ありますので。ああ、はい、そうなんや。はい、続きまして2位。どうかな、日産か俺か。そちら。ああ、まあこれはちょっと、そう、手応えやってんような今日。いや確かにこれはすまん、ちょっと相方なのちょっとハードルが上がってしまっているのかもしれない。はい、ただ、まあ、もう2位も1位もほぼレベル高いですから。はい、こちらですね、ココナッツのクリームです。グアムで時間結構使ったよ、みんなのな、これ。クリームって何の。生クリーム、ハンドクリーム。生クリーム。あ、ハンドクリーム、はい、ハンドクリーム、嬉しいやろ。ココナッツの香りする。嬉しい。あ、はい、めっちゃ嬉しい。はい、しかも携帯しやすい。はい、ハンドクリーム興味あったんよ。おら、本当によかった。ほんまに、はい、サウナとか用意行くからもう乾燥してしゃあない。よかった、ありがとう。マジでいいんです。やった。1位、2位、3位。ありがとうございます。はい、こちらグアムのミッキティちゃん。ミッキティちゃん、ええー、なぁ。ミッキーくんなんですか。ミッキーティーちゃんって言ってた。ミッキーやないかい、それ。頭で考えて。あ、突っ込んでくれた。ありがとう。ええー、やん。え、本当にいいんですか。もちろん、どんな気持ちですか。すっごい嬉しいです。僕、正直、ぬいぐるみとか好きで家にいっぱいある。こんな、でもさ、仲間もこんな、結構女の子っぽいやん。スーム好き。いやいや、でも、新鮮だな。新鮮、はい、新鮮。ティーちゃんが、いや、その女の子っぽいデザイン。俺や、
グアムのお菓子ええー、なあ、ええんけええなめっちゃええやん、これええやん、楽しそうええな、俺めっちゃいい、はい、カラフルでじゃあこれ、西さんはい、で、これ、粗品さんにじゃあ、いいんですか敗者復活で、はいいいポイント入ったんで、差し上げます嬉しい嬉しいやんハンバーガーめっちゃうまそうグミかグミですね最高最高ありがとうございますというわけでグアムのお土産発表会でした。イエーイ皆さんありがとうございました。皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします。